はい、ということで、どうもこんにちは、コウジです。ということでですね、本日もやっていきたいかなというふうに思います。もうね、10月ももう終わりに近いんですけれども、いろいろね、ニュースがまたたくさん出ております。まあ、やっぱりね、コロナのね、あのー、弊害というか、まあそういったものがですね、如実にこう出てきてたりですとか、芸能人がね、最近、芸能人とか漫画家とかね、たくさん、えー、亡くなってると。で、その因果関係はね、もちろん、 あくまでもねそのワクチンだとかコロナっていうね言い方はされてないですけども明らかにこうなんかおかしいんじゃないかっていうね人も増えてきてるということですねで、えー、前回のですね「悪い予言っていうのは回避するためにあるんですよ」って言った動画に対してのコメントが来ておりますでこれをですねちょっとやっていきたいと思います、えー、結局そのような考えが蔓延した結果ワクチンのことにしても問題にする人が少なくなる。 結果、いつまでもいい世界にはなりません。良いイメージを持って騙されて、添加物を摂取して、病気になってくださいということのように聞こえる。現実は間違いいなく悪いんだよねそれをしっかりと認識して、多くの国民がそれに対して行動しなければ何も変わらんよこの考えだと、問題に対するアクションは起こせないんだからね、ということですね。えー、っと、まずですね、コメントありがとうございます。 この方の名前は何だろうな最近ちょっとね,こうね表示がね変わってですねユーザーネームっていうねアットマークのねその後のこう英語の羅列しか出なくてね名前がよく分かんないんですよねちゃあチャンネル持ってますねいよだイ,イオダさんかなはいありがとうございますえーとですねイオダさんが考えてることっていうのはですねその考え方というのはあのー 学学ととは、ね、別の科学という考え方なんですね世の中が悪いんだとで世の中が変わんないと世のあの変わらないいつまでたっても変わらないといい世界にならないという考え方なんですけどもおそらく伊代田さんはですねあの言霊学に全く縁がないというか本を読んだことないと思うんですけどもそういうですね考え方を持っている うちはですね絶対的にその自分の考え方の方が正しいっていうふうに思っちゃうんでね僕ももちろんありましたけれどもなのでそういう時にはですねこの言霊学っていうものにはかえってね見ない方がいいんですよ。というのはどちらかというとその考え方によって世の中に通用しないんだなと自分がですね 自分の心がこうへし折れちゃってね世の中ってどうなってんだろうと自分の考え方も通用しないんだなと自分って何なんだろうっていうふうに考えていく時にですね初めてこの言霊学っていうものが自分の中に腑に落ちる内容として入ってくるわけなんですね。なので俺が世の中を変えてやる俺の考え方がの方が正しいっていうふうに思ってるうちはです、ね、この言霊学をいくらこうですよって言ってもですねそんなものを知るかというふうになっちゃうんですよ。 これはあの別にね伊尾田さん怒らせたくて言ってるんではなくて誰でもそうなんですね僕でもそうなんです全員満場一致して全員そうなってしまうんですねそういう次元なんですよ。なのでそれに対してですねあのその考え方が悪いんですよって言ってるわけではなくて物事というのはですね二通りあるんです大きく分けるとと科学的に解決しよううするっていう方向と。 精神的に解決するっていう方法があるんですね。で、言霊学というのは精神的に解決するっていう。問題なんですよ。分かりやすく言うと。包丁で。何か切ってます。料理をして切ってます。まあ、ちょうど僕この間切っちゃったんですけども。切ってる時にですね。スパッとこう切っちゃって、あ、手が切れた。これ危ないなっていうふうになるじゃないですか。この時に、言霊学というのは。あ。 これは自分のそのやり方不注意から起こっている問題だから自分が気をつけようとやり方はそのねいろいろあるけれども手を切らないようにするにはこうやって指を曲げてね千切りするときはこうしようと指をね伸ばしてやったら危ないからちょっと曲げてこういうふうにやるのがいいとかね、まあ、こういうふうに精神的にですね解決を図ろうとするということがまあ骨太まがに近いんですね。一方で切れた 指を切っってしまったというこの原因は自分の精神的問題ではなくこの包丁の側にあるんだとこの包丁がこんな形してるからこんなに切れ味がすごいから悪いんだとこれをもっと人間社会にとって安全なものに変えていくために技術は必要なんだとじゃなきゃ世の中はいつまでたっても変わらないというふうに考えていくのが科学なんですね。なので伊戸田さんとい,うかあのという方のですね考え方はおおよそこっちに 科学的ななことにあのなってくるわけですねで前回の動画がですね要するに弁当添加物の入ってるお弁当を、ね、にいいイメージを持って騙されながら添加物を摂取して病気になってくださいと言ってるふうに聞こえるっていうふうに、ね、書かれてるんですけどもそういうことを言ってるんじゃないんですね精神的な解決というのは。そうじゃなくてどうやって自分が不健康になったのかというものをですね自分として考えるわけです。だって 世の中の人がこれを食えって言って無理やり食わされてるわけじゃないじゃないですかコンビニのお弁当にしたって何にしたってねで根本の原因って何なのかって言ったらですね自分が作らなくななくったととということなんです社会全体としてほとんどの善意に言えるんですけど食料自給率が低いというのは自分が作ってないということなんですね自分が作ってないんですから作る人が限られたということなんですよ農家の人たちは ね、作る人が限られているそしてその人たちも年齢の問題があってですね、あのー、なかなかこう動きづらいとで作る人の絶対的な数が少ないんですからその人たちがじゃあ作らない人たちの分まで生産しなきゃいけないこれをですね大量生産といいう,うに言いますじゃあその大量生産をしてもですねコンビニに並べた時に虫が1匹でもついてたら今の世の中ふざけんなとなるわけですよ。 じゃあどうするのかって言ったらその作り手の人たちが大量生産をクレームが来ないように的確に作るためには虫に食われないようにするには肥料をまいたり農薬をまいたりということになるわけですね。ということはそれによって自分がですね作らないから作ってくれてる人たちがいて自分が家で弁当を作らないからご飯を作らないからコンビニにお弁当が置いてあるわけです。ありがたいじゃないですか。 こののありがたいいっててうものに対してですねふざけんな俺に添加物みたいなもん食わせんじゃねえと俺に死ねと言ってんのかというふうに考えるのは傲慢な態度なんですよということなんですよ。これが精神的に考えていった時の自分の責任として入っていく道の方なんですね。ですからそういった状況に思わされているんであれば今の世の中がねこのコンビニの添加物をねたくさん 摂取していろんな人が病気になってっていうようなことを目の当たりにしてきて自分がもしかしたらそうなのかもしれないっていうふうに思ってるんであれば心の采配として自分がじゃあどうしようとした時にですね自自分分の方で解決すするるにには自分がそううなならないようにすると食料自給率を自分の方で上げてみようかなとだって自分で作れば農薬とかね肥料って全然使わないんですよだって自分たちが食べる分ですからすごくその大量生産しなくていいんですね で、虫がくっっついてたってたそ,いいその表面についてる虫を取って食べられてる箇所だけ、ね、取って食べられる箇所を食べるっていうようなことができるんでだから僕なんかも畑やってますけれども農薬とか使ってないんですねだからこれは皆さんがですねそうやって自分で全員作るようになったらそんなことはないんですよ農薬を使うとかないんですねところが今の社会はみんな自分が作ってないわけですから家の中で例えたら 自分はずっっと座ってるだけでですねまあいろいろパソコンとかやってる中でまあお母さんだったらお母さんが誰かね一人料理を作ってくれてるそこに手伝いもしないあれ取ってこれ取ってもう手伝わないで俺今忙しいからって言ってご飯ができたよってなった時にふざけんんななこのの飯はまずいいっっててう,うに言ってるのと同様なんですよだから自分がどれだけ傲慢かっていうのがですね分かると思うんですけども今の世の中の社会層というのはみんながみんなそうなってしまったよと。 その考え方を持って、俺は悪くないんだと。なんでこんなもん食べさせるんだと、この中身もっと違うものにしろっていうふうにわがままを言ってるのは。社会ではなく、自分なんですね。なので、今あるという。そのことのですね、感謝というものを忘れてるのは。自分の自我の方なんですね。この自我の方を。取り除いて。ちょっと一旦引っ込んでてくれというふうにですね。まあ、みんながね、やっていかないと。世の中には。問題だらけ。 なってしまうんです問題というのはですね自分が起こしててるんんですよ声を上げてふざけんなとだって感謝があればですねこのご飯はいご飯だよってなった時にああ何にもできない自分に対してありがたいなと思ってありがとうっていう言葉になってね変わって食べるわけですよでも問題が起きるっていうのは自分がそこに自我を挟み込んでですね「ふざけんななんでこんなものが入ってんだ」と「なんで俺にこんなことを食わせんだ」「ふざけるな」って声を上げているこれがですね問題に 発展するわけですだからその問題をなくしていくというやり方には先ほども言ったように自分の心の方で解決していく道かそのものこの環境全部が悪いって言ってそっちをですね変えさせる自分は変わんないけど世の中のこのものをですね変えさせていくあいつを変えてやると俺にこんなもん食べさせるんじゃねえとあいつを変えてやるというやり方があるんですね。で今の世の中みんなそのやり方をやった結果ですね 責任が全員押し付けあって修羅の世界が権限しているということなんですねなので考え方というものはですね人それぞれあのー、ありますけども10人といろでねみんな違うんですけどもそのどれをとってもねあのー、本来はダメと言ってるわけじゃないんですそういう役割があって原理として 言霊学ではそれを原理とというふううふに言うんですけども働きとしてねでその働きというのは何のためにあるのかって言ったら科学を発展させるための原理なんですよところがですねそれを人間は自覚を持ってないわけですからなんで自分がそういったあの環境に立たされているのか自分が生まれてきた意味とは何なのか自分の役割って何なんだろうっていうことをですね知らないままですねその争いの競争の世界にこう入ってますから。 それでみんな苦しい苦ししいいいとうだから言霊学っていうのはその苦しいっていう考え方がですねどっから出てくるのかっていうこととかをですねだからワクチンのこともそうじゃないですか。ワクチンだって事実として今のね世の中のありさまとして事実というのは効能があるよと言ってる人もいるこれは危険だよと言ってる人もいる。 じゃあ実際蓋を開けてみてやった人はどうなのかって言ったらですね亡くなった人もいるすごくすごく重度、あのー、のね障害を負った人もいるなんか今アナウンサーとかもなんか手足が動かなくなっちゃったとかねそういう人もいる一方でいや何にも自分は怒ってないよっていう人もいるっていうこれがですねこの二面性があるのが事実なんですね。でそれをですね自分が見た時にそれをどう処理するのか。 ワクチンを推奨するというふうな話をですね僕はこの動画を通して一回も言ってないんですなんで人間がワクチンを欲するのかとそもそも健康とは何ぞやということになってくるわけですねじゃあ健康をですねワクチンに頼ったりいろんな人の意見に頼ったりすることによってこういった弊害が起きたっていう一つの事実があるんであれば自分が健康って何だろうって考えていくこと世の中を変えるんじゃなくてそのワクチンはダメなんだそのワクチンを変えろと。 言うんではなくて自分が健康とは何ぞやと自分の生活習慣がもしかしたら悪いから免疫が下がったのかなと食生活かなとこうやって考えていくわけですそうやって考えていくとあ食生活がコンビニのお弁当に偏ってたなとコンビニのお弁当が自ら悪さしたんじゃないんですよ。自自分分がが作ららないいし自分のし生活習慣が悪いから ずっとそこに頼ってカップラーメンだったらカップラーメンを1週間食べ続けたとかねこういう習慣によってですね自分の免疫が下がって健康状態が悪くなって不健康になってっていうねそれで病気にかかりやすくなったんだなっていうことが自分自身の責任として分かったんであれば自分の方で自炊をして自分の方で食べ物を食べ物というか野菜を作ってみてとかねそういった道があるんですよというお話なんですよ前回のお話っていうのは。 だからお弁当をいいイメージを持って添加物を摂取して病気になってくださいねとは言ってないですね一言も言ってないですそうではないんですねお弁当はありがたいものなんだとなぜなら自分が何にもできなくて作っていなくてそんな中ですねああ腹が減ったなって言った時にコンビニがあってそのコンビニで五百円玉ぐらいをねパッとこう渡せば交換されるものとして 自分が作ったんであればこれおかずまで含めたらこれ何時間かかるんだろうっていうものがですね簡単に手に入ってそれで食べられるでもそれをですねその感謝を失って自分がすることをしないでずっとそればっかりに頼って偏ってそこだけを食べてたらですね何を食べてても不健康なんですよ不健全なんですねですからそういった社会層を根こそぎ本当の意味で変えるんであれば 世の中を変えるというやり方ではなくて自分自身を変えるというやり方以外にないんですよということがまコツ玉学ということなんですよでも冒頭で言ったようにその科学的な人というのはそれなりの働きがあってそこに従事している人ですからその人たちが別に悪いと言ってるんじゃないんですそのやり方もあるよということなんですねでもそうじゃないやり方もあるよというのがコツ玉学で言っている内容であって 自分自身がですねああそっかというふうに初めて自分自身に責任があるのかもなっていうふうに思えた人がですねこっちの道に入ってくることであってそうじゃない人がですね「言霊学はこうですよ」って僕がいくら言っても「なんだそんなの」と「みんな時代遅れの考え方はふざけんな」と「今は個人の時代だ」っていうふうにね、あのー、思ってる人はこれ全く通用しないお話ですからあの全然無視していただいても構いません。本来はねねこののコメントに返すのも、ね あの返したところで意味がないんですけれどもこの「ことだま学」のチャンネルですから今回ねこのコメントをちょっと題材にして「ことだま学」としてね「ことだま学」としてはこうやって考えるんですよっていう題材にさせていただきました。ということで、えー、悪く思わないでください。ということで、えー、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。